僕らは盛岡に、あの鈴野さんのお墓参りに行くため、玉褒めと宮か、やっと手に入れた静かな幸せな日々、そうなるはずだったのに、玄武の巫女奥田滝子さんのお墓の前で玉褒めが消えました。まだいっぱいあるからな。げー、本当にいたのか。いたから探してんだろ。ゆいちゃんまで消えたらどうすんだ。落ち着け哲也。タキコの墓を見に行こう。お墓ってなんか気になるの？やっぱり消えている。間違いない。食事の支度が整っております。お体に触ります。中子様。中子と呼ぶな。頼むから今行く。だからその名で呼ばないでくれ。朱雀七星神、あの異世界での戦いで、その中の一人玉褒めを倒した時、せっかくこの世の安泰を迎えようという時に、あなた様は深い眠り、そしてやっと復活なされたというのに、なのにあの玉褒めの記憶が入れ替わってしまわれるなんて。そんな話は信じられない。俺は玉褒め、朱雀七星神、仲間と一緒に青龍と戦い、この手に残る宮川のぬくもり、幻でも何でもない夢であるもんか。事実だ。殺せばいい。私が嘘をついていたら、嘘と分かった時にすぐに殺せばいい。あなたにとっては簡単なことだから、だからお願いします。今は大地にお体を癒すことを考えてくださいませ。これで気持ちが落ち着くと思います。体の傷にも。では
お得意です。そのようにお疑いになられぬように、私はただ帰…いろいろなことが急にさ、わかんなくなっちゃって。そうだな、ゆっくり休めよ。それから考えても。はい。の村まであとどれくらいあるんや。誰かさんがちゃんと歩いてくれたら夜までには着くのだ。夜？はあ。なあチチェリー、その風呂敷バーッと広げてピョーンとひとっ飛び、お宿で綺麗なお姉ちゃんとお酒なんか飲んじゃって。あら、お客さん、男、私惚れちゃいそう。いや、おいらは流浪の旅人、深入りすると泣くことになるぜ。なのだ。いや、行けず。あ、何すんねん。もうバカやってないでさっさと来るのだ。やだ、やだ、もう歩くの、やだ。もう、これは玉褒めの木。中子様。交わりを。ソイ様のようにはまだ無理かもしれませんが、少しは気を高めることができます。記憶を早く取り戻す。出て行ってくれ。いいから一人にしてくれ。早く出て行ってくれ。出て行けと言ってるんだ。ほう、復活早々お盛んなこっちゃ。お帰りなさい、中野藩。お兄ちゃん、これ。ああ、タキコさんの墓だ。でもあの時とは。今はそんなだ。明日になったらもっと小さくなってるだろうな。間違いね、誰かが天地書を開いた。だからタキコさんの存在が消えていってる。まるでこの世に最初からいなかったみたいにな。お兄ちゃん。お、これこれ、ほら、南部せんべいだ。全部食べろ。何？何を言ってるのか。お兄ちゃんおかしいよ、こんな時に。こんな時だからだ。俺は必ず天地書を取り返す。そして玉褒め君も。そして宮川、お前が今するべきことは何だ。泣き続けることか。違うだろう。どんな時も食べまくって力をつけて乗り越えたよな。食いしん坊のお前は無敵の巫女様だ。誰もかなわねえ。お兄ちゃん頑張るぞ。一応留守電には入れておいたけど、彼女
この頃本当に疲れてるみたいなんだよな。こんな時だもんな。俺たちが頑張ってやんないと。ああ、今日はもう上がろう。はい。ああ、お腹すいた。いいね、あんたんとこの息子は働き者で。そうさ、しかも村一番の男前だ。父さん。兄さん。母さん、ただいま。おお、こりゃうまそうだ。お疲れ様。母さんは一緒じゃないのかい？納屋に寄ってるよ。片付け物かね。お疲れかい。かっか。お前、その格好。ついとるやんか。得意の気弾はどないしたんや、中野。何者だ貴様ら。なぜ俺の命を狙う。とぼけてくれるやないか。霊覚山の山賊をたったこれだけにしたんは誰や。己とちゃうんか。霊覚山の山賊助けも元老の仇取らしてもらうで。待ってくれ邪魔しゃ。俺は、俺は話や。コウジ、俺は、俺のこの姿は中子なのか。青い気弾、痛いの字。いつまでも夢見とれボケ。間違いあらへん。己は中子や。
郎もキキリハンもみんな己がやったんやないか。50年やてアホか、あれから1年しか経っとらんわい。俺は俺の記憶の中の中子は金色の髪で、おい手貸してくれ。許してくれ、勝手に気団が。青い瞳、金色の髪、それがタマホメや。許せんな、己の中に追ってたまるかい。絶対に許せん。今すぐ返してもらうぜ、吹っ飛べや。あの酒を用意しろ。はい、かしこまりました、中子様。すぐにお持ちいたしますよ、孤独の酒をね。何をそんなに荒れているのですか。いけませんね、そんなに飲んでは。ええ加減にせえや。何急に飛び回っとんじゃい。一歩一歩が旅なのだ。つーとったんはどこの誰や。ほら聞いとんのかい。久しぶりなのだ。えお前はどうするのか聞いておきたいのだ。あ、網星言わなかった。カイカ君やないですか。あかんやないけ、あいつはもう記憶を消しとんじゃ。巣星なのだ。だから今は巣星や。なんやて。お揃いですね。誰や。ユイ様。相変わらずですね、巣星。そう、あなたの好きなユイ様ですよ。新しい玄武の巫女のね。とも言う青龍召喚の時我蘇り、再び真の力を使う。この中に入っていたんですよ、ずーっとね。それで操っていたのだ。あっちの世界とまだつながっとるんかい。ユイ様は、ユイ様をどうする気だと思う。おお、怖い。巣星、また私を殺すのですか。まさか我が眠りを妨げる。
貴様とわきまえろ、トム。友に操られていたユイが玄武七聖子の巫女として現れた。そしてチキリたちの目の前に現れる中子。タイス君は俺たちの互いに引き合う思いが異界からの横島な力を引き込んだという。俺と宮川は別れなければならないというのか。オリジナルビデオシリーズ不思議遊戯別れ、そして2月25日発売。どうぞお楽しみに。戦にでも浸かろうではないか。ずいぶんと豪華なバスじゃないか。今更言うまでもないだろう。原作者にとってどちらが好きなキャラか。ソイ、少しは離れろ。おめえ、最後まで第2部に出てこなかったな。あんたこの野郎、いたぞてめえの CD。 やめなさい。うる
せ、荒木。なんだと？これは。なんや、チリコ。急に演技入っとるやんか。まずいですよ、ここは。どうしたの？何がまずいのだ？皆さん、すぐに助走してください。え？なんで？詳しくは、これに書いてあります。読みましたか？すげえよな、先生。1000万だろ？一冊これぐらいだとしても。やめなよ、下品だよ。あ、そっか、そういえば、あんたそういうキャラだったっけね。とにかく、こういう名前の温泉なんですから、全国のファンのためにも、やることはやってもらわないと。こういうことか？このエピソードをちゃんとやってほしいのでは。見たいのは私の登場シーンじゃないの？僕の字のこともあったんですよ。はいはい、じゃあ皆さん、メイクと着替えですよ。まあ言っちゃうな、私にメイクは必要ないけど、一応着替えとこうかな。私なんか着替える必要もないみたい。少しメイクを落とした方がいいかしら。僕はどういうことになるんでしょうか。ゲン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 、おれムカつくギャグかもしてんじゃねえ。おとほり様、なんであ醜いものに厳しいのかしら。